こんにちは、テニス愛好家の皆さん、このチャンネルへようこそ。今日はテニスの振り回し練習についてご紹介します。私、静岡県浜松市に住む45歳のおじさん A と一緒に効果的なテニスのスイングやテクニックを学んでいきましょう。今回この動画に出演している私、おじさん A は静岡県浜松市在住の45歳。プレースタイルはストローカーであり、打ち事故りを得意としています。そして最大の長所はスタミナです。私は長時間プレーし続けることができ、相手を疲弊させる戦術を得意としています。さらにミスを減らして安定感のあるプレーを展開します。一方でネットプレーを苦手としています。ネットプレーにおいて自信を持つことができず、ボレーの向上に努めています。またバックハンドにも課題があります。日々の練習で改善に取り組んでいます。自分自身の弱点に真剣に向き合い、向上を目指しています。ぜひ一緒にテニスの世界を楽しみましょう。そしてこの動画を見ることであなたにはどんなメリットがあるのかと言いますと、それはまず第一に、ストロークにおける持久力の重要性について学ぶことができます。また短所であるネットプレーに取り組む様子も見ることができ、あなたのプレー改善にもヒントを得られるはずです。さらにこのチャンネルでは35歳以上の男性を主な視聴者としていますので、年齢や経験に合わせたテニスのアドバイスや情報を提供していきますので、ぜひチャンネル登録をして最新の動画を見逃さないようにしてください。以上が今回のテニスの振り回し練習についての動画でした。私、おじさん A と共にテニスの世界を探索し、技術向上をさせていきましょう。次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録や高評価をいただけると私たちの励みになります。さらに私たちはあなたからのリクエストや質問もお待ちしております。どんなテニスに関するトピックでも構いません。私たちができる限りの情報やアドバイスを提供しますので、ぜひコメント欄に書き込んでください。あなたと一緒にテニスの楽しさと挑戦を共有できることを楽しみにしています。